これあのブリンソン意識低いとか言ってけど間違いです、ごめんなさい。ブリンソンただのアホなんです。でもそこは可愛いんだけどね。ヒーローインタビュー後にあのカメラにサインするとき、ヒーローインタビューは基本2人だからさ、あの人画面2人分サインしなきゃいけないのに、あのブリンソン1人で1面使ったからもう秋広がミニサインになったの好き。どうしたらいいと思いますか。どうもフートルです。はい、ついにこっちに聞いてきたぞ。辰巳がどうしたらいいと思いますかって。みんなの中で今の中日どうしたらいいか考えようか。まず監督を変えます。で、ビシエド下位打線で使います、もしくは代打サード石川を、まあ、とりあえず我慢して使って、まあ守備固めで周平を使います。これで守備問題なしで、ロドリゲスを連れ戻します。浅尾森の和田を全盛期にして入団させます。これでいくらすぎるわ。できる。まあもっとどうしたらいいかわからない人がいます。山川穂高さんです。知ってます皆さんこの人。この前の動画ですごい僕擁護しましたけど、もうどうにもなりません。結構事態は深刻でしたね。無理やりか無理やりではないかっていうね。まあそこは争点になりそうですけど、まあ相手の〇〇を傷つけて、あの障害もプラスだそうです。不倫もあかんしね、もう〇〇が下手のもあかんっていうね。ほらあかんすよ。まあ、無理やりならもっとあかん。あかんすよ。でも山川が否定してるのはあの無理やりってとこだけ。ファンがなんかあの、じゃあ女の人とも遊んだらあかんってことやんけみたいな、そんなこと言ってましたけど、まあそうじゃないね。まあ既婚者があの素人とせっせしてはいけません。せめてプロに頼みましょう。そしてあの無理やりではないっていうあの LINE なりのあの通話履歴とか残しましょう。そういう親密な関係ですよっていうね、証拠を残しましょう。それだけでいいわけです。まあ別に独身ならあの女の人と遊んでもいいわけですよ、もちろん。その場合あの言ったもの勝ちにならないように、そういう証拠を残しましょうと。無理やりではないという証拠を残しましょうと。今回の既婚者であの無理やりっていうね、これだけで役満です。ダブル役満。もう山川の言うことが信じられません僕は。ならもう牡蠣も食っとるやろ。まあそんなわけであの話がそれましたが、新しいガチャが出たそうなんで、そっちを引きましょう。しかも福袋っていうね、これは引くでしょうということで引きます。引くので引きますと。はい、あ、彼は今どこで何をしてるんでしょうか。僕はずっとドラゴンズで頑張りたいっていうね、そう言ってた彼にひどすぎる周知。え、トング今ファーストなの。キャッチャーのトングだよな。そうだな、びっくりした。キャッチ一応適切だったわ。でもこれ弱すぎでしょ。あれミートセンス舐められたもんやな。で、後でしたね。あれ中村家どうしたこれ。あ、提供魂。去年がダメ。え、ちょっと待って。待って。見間違い今。俺ちょっと待って。何があったのこれ今。俺ちょっと、俺受け入れられないけど。嘘だろかな、ちょっと待って。いやいやいや、これ今回のファーストだよな。見ちゃいかんもん見た気がするわ。え、中村明まで分かるわ。この次よね。なんでこんな何もしてませんよみたいな顔できるのこれ。本当の山賊になっちゃあかんすよこれ。男好み意地でも山川外さないってね。これどういうつもりなのこれ。この山川狙おうかな、ね、だってもう手に入らないかもしれないし、もうすぐシルエット選手になるかもしれないし。山賊の多さがついに復活。復活できましたかね。打撃が山賊って話だったのにな。やってることも山賊やんけ。アイリス大山。金本時代のあの遺産が今開花してるのマジすごいな。中田。12分の2問題じゃないかこれ。中田はあれをやったし、あの山川はご覧の通りやし、ビシエドに行くんだし。問題児だらけですね。これファーストってそういうポジションなのこれ。大山の成人されなんとかでカバーできてるけど。じゃあこれ福袋、セーブにしますかね。救いたくないけどね、これがゲットできる最後のチャンスかもしれんから、それを逃すわけにはいかないと。シルトになっちゃうから。 G チーム S で山川を引きます。あー、セーブ誰が欲しいかな。森ももういないからな。まあ山川一本釣りか。そうだな。というわけで今回の説はこちら。最後の山川チャンス、山川引くまで引く検証します。オーケー。なんで、ま、山川マジで収録したんだろうこれな。コナミが煽るな、アホチェン。ノーリスペクト。完全に煽ってるよな。これあの最初150円なしで引きますから。なんてお得なんでしょう。150円なしで引けるってマジでいいからね。普段から150円なしで引けるでしょ。1枚で3回しか引けないってのマジできついから。しかもおじさんたちが引くだもん。150円なしで引いただけって何もでませんでしたね。3300円でこれだからね。馬娘に3000円使うとかわけが違うからこれ。
あっちは可愛い女の子、こっちは実在する大木さんたちってあ、今コナミのゲームしながらウマ娘もまずいねすいません、コナミさん命だけ許してくださいでここでも問題児出すのやめろこれ田中健。でもここで200エナジーで S ランクも確定ですから、うん、ありがたきシェイシェイ、感謝感謝、おいしい闇、感謝感謝です。ここで山川を出しちゃいます。そろそろ野球界からも出しちゃいそうだけど、田中健好きだったんだけどな、最近一軍にもいないしな、横浜の試合を見てるから俺、うん、強打が出てるからね、打てる打線って見てるの楽しいね、マジで。でも最近俺が見てるからかな、5連敗したわマジで。ごめん横浜ファンさん、 G チーム演出なしと、演出なんてなくてもいいの、いいのいいの自力で山川を当てますと、まあ、横浜ならバウアーも欲しいかな、バウカはアーチってあれも高崎健太郎だろ、高崎健太郎だろ、これ最後ヒクサ安全ハナコでしたね横浜だせ、さっき褒めたけどピッチャーもいいんだよね、バウアー以外。エリックテン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 バントの仕方を教えてくれませんか。じゃあ次 S 確定2倍ですからやっちゃおうぜ。はい、行ってきますと。はい、オッケー、はい、来たー、ありがとうございます。 S ラン確定しました。うん、まあ2倍ですから、うん、ありがとうございますと。これにて山川を当てて終わりです。これ G チーム欲しいね、まず演出構図つまりこれは無関係の誰かが出るということ。あーね、やっぱりあの最後の G チームに委ねられたね、うん、あー山川当たりましたね嘘です、これじゃないです。ちゃんと S ラグ引っ込んでいきますと、動いたー、清宮幸せ太郎高崎健太郎の後に太郎尽くしです。マジ早く怪我から帰ってきてくれ、今年の清宮やるって俺めっちゃ期待してんだから、そんな期待な選手やるなんていいな、うん、うちなんてあのそんな期待な選手、あの走塁緩めしてホームフム前にアウトになったぞ。まあそんな話をしててもあれだね、うん、行きましょう。ここで山川引きます、S ランク G チームでぶち抜きます。まあ、うん、さっきの打てない走れないとかさ、もうそれも経験積むしかしょうがないからあれだけど、精一杯プレーせよ。うちの選手他の球団と比べてマジ意識低いわ、ブリンストン以外。あー今 G チームにすこんかったな、これ持ってる選手の可能性も出てきたわ。やばいやばい、ちょっとでも山川力強く当てます。でもなんか山川の出身暗かったよな、なんか反省してる顔にも見えたわ不倫とかしなさそう、あんな顔する人は。あ、そう思うと無理やりじゃない、清田は神やね、証拠もなく2回不倫しただけでそこで最後当てると、森脇パパ か顔かっこよくて好きやけどね、違う、そうじゃない、森脇って言うとあの森脇健児が出てくるわ和田まんじゅうに頭しばかれた。お、 GTMS 狙い撃ち、これすぐ出るやろ、これ福袋なんていらんかったんや、行くぜ。おい、あのブリンソン意識低いとか言ったけど間違いです、ごめんなさい、ブリンソンただのアホなんですでもそこは可愛いんだけどね、うん、ヒーローインタビュー後にあのカメラにサインするとき、ヒーローインタビューは基本2人だからさ、あの人髪2人分サインしなきゃいけないのに、あのブリンソン1人で1面使ったから、もう秋広がミニサインだったの好き、まあ、山間狙ったのブリンソンの話だったから、まあ、さっきのあの福袋だからな、あの人は福じゃないかな悪夢がまあ、ちなみにあの G チーム狙い撃ちってのは引けば引くほど G チーム新選手の S がもう出る可能性が高まると。何にも出ませんでした、うん、出たのは矢崎だけ矢崎本名は加藤が出ただけ。まあ試行回数増やせば当たるから行くぜ。これどうせ2連続勝ってるの、これ20秒ぐらいまとまってるよ多分これ中日の打撃かな、これこの前の打撃あの40秒で終わってショート動画出せんって言われてんだから、涙が出てきた、涙が出ちゃうわ、タイムリーは出ない。もう来週には自力 V が消滅する中日ぐらい無慈悲や最近負けても何の感じもわかんないから。おえ、急に S 来た、しかも GG もこれ山川来たやろ、山川なんで俺山川なんて見たんだろう結果笑うちお、ここ来た、あ、出ましたね、あ、球界からも出ていく可能性の高い選手が出ましたね、アーメン中日ファーストも空いてるからね、来てもらってもいいけどね、まあ、素晴らしい先輩抑制してくれると思うから、そしたらもう久しぶりの A クラスよ、ああもうここ10年ぐらいで1回しか A クラス入ってないから5556555356みたいな感じ中日の順位、あの激アツ州のジャグラン設定って言われてるからはい、ありがとうございました、山川さん行きましたよ、うん。
まあその代わりのセーブファーはおかわり君の後継者のあの山川の後継者を見つかったらしいからいいやん。うん、よかったな。あの男いつまで打つねん。ケガピョ今年の中頃にはシルエットになるかもしれません。以上、コメントでした。チャンネル登録は、ツイッターの方は、シックしてないんですね。ツイッターの方は、サンバしてね、ツイッターの方は、ダメですよね。